豊タ木駅は、岐阜県伊比郡大野町にあった、名古屋鉄道谷組線の駅である。谷組線は、谷組鉄道の路線として1926年に開業し、その時に開設された駅である。谷組鉄道は1944年に、名古屋鉄道に吸収されるが、同年より当駅は休止となる。戦後に営業は再開したものの、谷組線は2001年に全線が廃止され、 それと共に廃駅となった。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日。AB、岐阜のちん電車岐阜市内線と美濃町、伊比谷組線の85年郷土出版社、1997年。 220から230ページ。ISBN4 から876700974。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、53ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年。 882ページ。川島慶造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者、1997年、146ページ。ISBN4 から794207964。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富ず。 名古屋鉄道路線略図、ありがとうございます。